か、越谷 FM のさっちゃんのハローホームタウン生放送無事終了いたしました。ありがとうございます。パチパチ。今日はこんなにぎやかなメンバーなんですけど、じゃあ一人一人自己紹介とご感想を。みどりちゃんです。イラスト上手になりまーす。今日は、読んでいただいてありがとうございます。漫画家の河合氏と申します。最近ちょっと怪しいんですけどねこれからいっぱい書いてきますんでよろしくお願いします。実は河合氏さんはサッチャーマーク、サッチャーマーク、あのサッチャンの取れない取れない取れない、これこれこれサッチャーマーク、あとピントが合わない、ピントが合わない、こちらからサッチャーマーク、サッチャーマーク、ちょっと待ってピント、あ、合いましたね、合いました。あとね、実はちょっと放送で言う時間なかったんですけど、さっちゃんのハローホームタウン、あのオープニングとエンディングで流れている、あの、ハローホームタウン越谷のふるさとソング、すごくこちらも河合氏哲也先生の作品、ピート合わせがちょっと待って、バツテン、はい、ね、越谷をテーマにね、越谷の走ただこういう人に書くから、そのあの、なんだ、あの観光庁系の建物しか書いちゃいけないよね、いろいろと権利関係あるから、あ、はいはい、そうですね、そう、なんかそれで固めたっていうね、なるほどね、そうそう、あ、そっか、実はそう、越谷 FM のあのアンテナ、この建物にあるんです、こちらのこの建物、リユース、待って、今ピント、こちらピント合わせが大変、ゴミ焼却場の上にあるという、そうですね、うん、あるんですよ、クレパスっぽい感じにできないかなと思って書いたのを思い出しました、うん、こちら確か書いた書いた、ね、あれ、うん、レコーディングも参加されましたか、はいはい、この中に多分ね写真入ってます、赤いジャージ着た、赤いスウェット着てね、うん、どこだか分かんないけどね探してくださいって、はいはい、シャックさん、あ、ようやく眠りにつけます早いですよね、寝るのね、めっちゃもう、もう、うん、もうとこに入る準備はしてる、いつも9時にはもうおやすみなさい、そうなんです、いい子だね、いい子なの本当は、何時に、6時ちょっと、あ、6時半とか、で、あのさっちゃんとみんなの歌、こちら河合氏哲也さんの声も入ってるというね、さっちゃん事務局まで、はい、ね、はい、さっちゃんおめでとうって言ってるから、そうそうそう、いろいろ言ってて、そうそう、こちらですよね。で、あの、実は4月の29日、今年のですね、セカンドアルバム、世界愛の日がリリースされるんですけど、うん、こちら、この間ゲストだった、ありがとうございます。APX の長友情勢さん、さっちゃんの世界愛の日ってオリジナルに、ね、です参加してくださいます。オカリナで、オカリナ奏者でもあるので、すごいですよね。はい、で、あの、公開レコーディングがありまして、まあ、さっちゃんのオリジナルプラス童謡唱歌のメドレーが入ってるんですけど、その童謡唱歌のメドレー最後の曲が雪なので、これを、まあ、雪をコンコン、まあ、3月のちょっと日にちはまだ未定なんですけど、夜公開レコーディングで皆さんに来ていただいてマイク立てて歌うので、ぜひご参加いただければなと思います。皆さんの声が入りますか、そして今回名前も一人一人ご希望の方は入れさせていただきます。こうで写真にこう漏らされます、ね、やだどうしよう、ブレイクしていかなきゃいけない、そうそうそう、ね、見せてください、はい、でも公開の時にメイクしてたら捕まるよね、そこに、大丈夫大丈夫、ここにいた、ここにいた、そうそう、かわいいさん、こちらかわいいさん、ここにジャケットに、赤いの着て、赤いジャケット、そうそうそう、そこ こ, 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 こで近いとね、でオープニングにはあの山野さと子さんのね、桜桜保育園かけさせていただきました。ドラえもんの歌などもね入ってますからね。3月18日この山野さと子さんと同じ事務所のアスクミュージックの千葉純平さんのライブ、さっちゃんとのコラボとかもありますけど、3月18日 CM なってますので、ぜひ来てください。ってことで、今日の模様は、あの、翌週ですね、15日夜の7時から 86.8MHz もしくはリスラジオでお楽しみいただけます。で、番組でもお知らせしましたが、今度っていうか22日が生放送最後になります。で、翌週リピート。ね、そして4月からは、まあ、番組が改正されまして、月曜日、そうですね、4月の7日、次の、あの、4月は7日からで、夜の7時から。で、ごめんなさい、収録放送で毎週内容を変えてお届けする予定ではありますので、これからもさっちゃんのハローホームタウン、
ね、よろしくお願いします。本日はですね、川石哲也さんがゲストでした。シャークさん、見てました、ありがとうございます。